タイミング難しいしな。いやダメじゃん。難しいな。あそうか、あそこの切れてるとこも行かなくてもいいな。あそこ危ねえ。ちょっとえぐくない？あぶなー。ホテルだ、ホテル。どうすんの？こっちか。あー、びっくりした。どうすんのこれ。わーい、高いな。これか、ここ登んなきゃいけないのが一定時間で。あ、意味ないか。どっちにしろ落っこっちゃうんだもんな。落ちてから何秒か後に勝手になるわけだ。そしたらギリギリのところで、あ、それダメ、それダメ。なんでそこにちょうどしたの。死んでからか、死んでから浮かんでるよ。なんかダメだ。これどうしようもなくない？ひょーあれ？押しちゃダメなのかな？
スだ。よーし。うわ、あー、そこもあるの。よし。あー、まただ。あ、あーはは。なんつー、えげつない世界。さあ、これこうしちゃった。ああ、ダメだ、上行かなきゃいけないんじゃない。ふいっ、ひでえ、なんじゃそりゃ。上行ったら歯車、右行ったら、ああ行ったら電気出すな。え、なんで死んだの今。え、あ、またやっちゃった。すごい、切り刻まれて電撃で電気を食らって相当やばいよ。やった。何それ何それ。あ、ガラスとかあったの。あー、上まで行って降りてくるときに降りてくるときに右なんだ。え、少年、え、一応うまくいったのかなこれ。すんごい吹っ飛ばされてスローモーションになってるけど。処理落ちじゃないよね。え、あ、復活した。頑張る少年、ゾンビ少年頑張れ。あ、ここね、
ジャンプもできないです。また前もあったよね、これ。何してるの、これ。妹なのかな、探してる。お、これはエンドロール、スタッフロール。そしてね、これ曲がないです。なんと、まあ、ひとまずこれで終わりっぽいですが、どういう感じなんですかね、これはね。あれ、なんかハエが2箇所溜まってるっていうか、飛んでる。新しいゲームを始める、新しいゲームを始める。というと、これはどういうことなんですかね。ちょっとね、ストーリーは謎のままなんですけど、一旦クリアということで、今日はここで終わりにしたいと思います。